どうも、皆さん、こんにちは。チャックバスです。本日はですね、顔赤いですね。お酒飲んでないんですけどね。まあいいか。今回はですね、ユナイテッド航空の、マイレージプラスの購入キャンペーンを紹介させていただきたいと思います。で、このね、今回、ユナイテッド航空のマイル購入キャンペーンなんですけども、最大で 100% ボーナスということですんで、まあちょっとね、最低購入マイル数はあるんですけども、約倍の、マイル数が、買えるということですんで、本来ね、まあ倍マイルって結構ね、海外に航空会社だとできること多いんですけども、すごいですね。100% ボーナスなんで、買ったマイルはそのまま倍になるってことですね。まあ、お金はかかってしまうんですけども、100% ボーナスがね、つくんだったら、この機会にね、買ってみるのも、まあ、なしじゃないかな、と思いまして、今回紹介させていただきたいと思います。で、先にね、注意事項ですね、期間。ボーナスマイル購入キャンペーンなんですけども、11月の5日までのキャンペーンとなっておりますんで、まああとね、半月ぐらいありますんで、まあちょっとじっくり考えてからね、購入することを、検討してみたらどうですかっていう感じですかね。で、ユナイテッド航空のね、マイレージプラスのね、説明をね、先させていただきたいと思うんですけども、ユナイテッド航空の、マイレージプラスはですね、ユナイテッド航空の、マイル。ですと、友達とかね、家族じゃない人にもね、発券することができるんですよね。まあこれ、ANA マイルとかだとね、基本的に、家族の人しか発券できないんですけども、ユナイテッド航空の、マイレージプラスの場合は、友人とかね、お友達、友人とお友達一緒ですね。まあ誰でもね、発券することができます。飛行距離が8000マイル以内の位置だと、片道5000マイルから発券することが可能です。まあこれがね、ユナイテッド航空の本当に一番の、まあ売りっていうかね、おすすめポイントなんですよね。もう5000マイルっていうと、東京羽田空港から、まあ札幌とかね、福岡とか、そういう場所も、5000マイルで行くことができますし、ちょっとね、那覇だけは行けないんですけども、沖縄の那覇だけはね、ちょっと8000マイルになってしまうんですけども、まあそうじゃないところはね、5000マイルで行くことができますんで、そういう意味ではね、とてもおすすめとなっております。で、発券自体は、21日以前に発券することができれば、手数料もかかりませんので、まあ、21日前からになっちゃうと、ちょっとね、手数料が発生しますんで、まあ、その点はね、注意が必要かなっていうところですかね。次にね、今回のね、キャンペーンを紹介していきたいと思うんですけども、期間は先ほど言った通り、11月の5日までの、キャンペーンとなっておりますんで、11月の5日までに購入すれば、このボーナスマイルキャンペーンは利用できます。で、キャンペーンで購入できるマイル数なんですけども、1000マイルから87,500マイルがマックスということになっております。で、基本的に購入するとね、付与までに時間変わりますよね。で、今回は、購入から付与までがだいたい48時間ぐらいかかるということなんですね。だいたい2日か3日ぐらいはね、余裕を持ってね、見ていただけたらなと思います。ですので、すぐ利用するみたいな感じでね、発見すると、もしかしたら間に合わないかもしれないんでね、その点は、ご注意ください。で、今回のこの 100% ボーナスマイルっていうのは、最低購入価格っていうのがあって、3万マイル以上購入すると 100% ボーナスがつくっていうものなんですよね。ですので、3万マイル未満のね、マイル数を購入してしまうと、まあ、100% のボーナスはつかなくなってしまいますんで、まあ、その点も注意していただきたいなと思います。で、3万マイル買うと、単純に 100% ボーナスなんで、6万マイルになりますよね。だから3万マイル購入で6万マイルが購入できる。で、価格は、ま、だいたい12万円ぐらい。まあ、ちょっとね、これは為替にね、ちょっと影響してしまいますんで、ちょっと一概には言えない部分ではあるんですけども、だいたい12万円ぐらいで6万マイルっていう感じになりますよね。でもま、6万マイルあれば、片道、まあ、5000マイルで行ける距離でしたら、まあ、12回乗れますんで、お二人とかだと6往復ですよね。6往復ですよね。12回乗れるんでね。ってなると結構いいですよね。うん。
それが12万円で、まあ6回旅行が行けて、その飛行機代が12万円だったら、間違いなくお得ですよね。で、次にですね、このユナイテッド航空のね、マイレージプラスを購入なんですけども、一応ね、ちょっとね、私はまだ利用したことがないんですよね。ですけども、一応ね、アメリカのキャッシュバックサイトっていうね、トップキャッシュバックっていう、アメリカのキャッシュバックサイトがありまして、まあ、そこを経由すると、このユナイテッド航空のね、マイレージプラス購入するにしても、2.5% のキャッシュバックが受けれますんで、まあ、受け取り自体はペイパルってありますよね。ペイパルで受け取りにはなるんですけども、一応ね、2.5% のね、キャッシュバックが受けれますんで、まあ、もし購入するんであればね、ここね、経由してね、購入することをお勧めします。まあ、経由しても経由しなくてもね、かかるお金って一緒なんで、まあ、もらえるんだったらね、2.5% ね、もらえたらいいですよね。うん。もらえないよりかはもらっといた方がいいかなと思いますんで、まあこれもね一つ覚えておいてください。こちらの動画の概要欄にね、こちらのトップキャッシュバックっていうサイトのね、URL もね載せておきますんで、もしよかったら利用してみてください。ではこのユナイテッド航空のマイレージプラスを利用して、まあお得な路線っていうわけじゃないんですけども、前回のね、動画でもこれ同じ話してるんですけども、ユナイテッド航空の、マイレージプラスは、羽田、まあ、先ほど言った通り、北海道とかね、福岡とか全部5000マイルで行くことができるんですけども、これね、ユナイテッド航空のマイレージプラスでね、検索すると、経由便が出てくるんですよね、経由便。なんで出てくるかね、わかんないんですけども、まあ、羽田から、まあ、北海道、まあ、札幌、新千歳に行く場合、羽田、大阪、北海道みたいなね。そういう経由便が出てきたりするんですよね。ですんで、まあ、そういう使い方ももちろんできます。ですんで、まあ、もともと北海道の旅行に行く予定な方でもしね、大阪ちょっと一泊楽しみたいみたいな感じだったら、東京から大阪で、大阪で一泊ね、観光楽しんで、本番の旅行北海道を利用するみたいな形でも利用できますし、まあちょっとね、友人に会いに行ったりみたいな感じで、まあせっかくの機会だからみたいな感じで、どうせ同じマイル数ですからね。まあそういう利用の仕方もできます。で、羽田空港からだと、ちょっとね、先ほども言った通り、那覇。沖縄の那覇空港がちょっとね8000マイルに上がってしまうんですけども、これがね伊丹空港とかで利用するとですね、全区間、ね、5000マイルで発券することが可能なんですよね。北海道に行くにしても福岡に行くにしても那覇に行くにしても全部ね5000マイルで片道発券できますんで、まあそういう意味ではね、これユナイテッド航空のマイレージプラスが一番使い勝手がいいのが、まあ伊丹空港いいですね。全部5000マイルですもんね。うん。ぜひ伊丹空港のね、周辺に住んでいる方はね、ちょっと検討してみてはいかがでしょうかっていう感じですよね。いかがだったでしょうか。まあ今回はね、ユナイテッド航空の、マイレージプラスのバイマイル 100% ボーナスキャンペーンを紹介させていただきましたけども、ユナイテッド航空の、マイレージプラスっていうのは、11月の15日からね、変動制から固定制に切り替わるということで、しかもね、まあ一応ね、ANA マイルは、影響を受けないっていう話なんですけども、そこだけはね、ちょっとね、蓋を開けてみないとわかんない気がちょっとね、しちゃうんでね、まあそこだけちょっと怖い部分ではあるんですけども、まあこれがね、もし変更がなければね、今まで通りね、5000マイルで、まあ、東京からだったら東京、福岡、北海道とかね、片道5000マイルでね、利用できますんでね、まあそういう意味では、まあ、なしじゃないかなっていうところですね。ちょっとね、これがかえ、もしね、変動性から固定性から変動性に変わった時にね、ちょっと、必要マイル数がね、ANA 特典航空券利用した時にね、変わってしまうとね、ちょっと申し訳ない部分ではあるんですけども、まあ大丈夫だろうなと個人的には思うんですけどもね、っていう感じでございます。今回の動画はね、こんな感じで終わりたいと思います。この動画役に立った方、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッターもやっておりますんで、フォローとチェックしていただければとても嬉しいです。で、私の、チャンネルでですね、こういう、
マイレージ。まあ、マイレージに関することは最近ね、ちょこちょこ、紹介させていただいているんですけども、まあ、基本的にはね、ANA マイル、ANA マイルの貯め方、あとね、ポイントサイトから ANA マイルに交換する、まあ、実際の案件とかもね、紹介していただいたりしています。その他には、マリオットボンボイの、宿泊レビューですね、飛行機の搭乗レビュー、クレジットカード、お得情報、あとね、私の大好きな街、ニューヨークの街の紹介なんかもね、しております。で、私のね、ツイッターではね、本当に普段の私生活とかね、本当に普通の言葉でつぶやいてますんで、もしよかったらね、ぜひフォローしていただければとても嬉しいので、そちらもね、よろしくお願いいたします。それではね、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。